ジェフ・ハミルトンは、クレイトン・ハミルトン・ジャズ・オーケストラの共同リーダーである、アメリカのジャズドラマーである。ハミルトンは、1953年8月4日に、インディアナ州リッチ・モンドで生まれ、インディアナ大学に通った。1975年から、モンティア・レキサンダーのトリオ、1977年から1978年まで、ウディ・ハーマンのオーケストラのメンバーを務めた。 彼は LA4 のメンバーであり、6枚のアルバムを作成した。また、クレイトン・ハミルトン・ジャズ・オーケストラを、ジェフ・クレイトン及びジョン・クレイトンと共同で弾いている。さらに、ベースのジョン・ハマーとピアノのタミール・ヘンデルマントで、彼自身のトリオを弾いている。ハミルトンは、エラ・フィッツ・ジェラルド、ローズ・マリー・クルーニー、カウント・ベーシー・オーケストラ、オスカー・ピーターソン、レイ・ブラウンと共に演奏してきた。 彼は、ダイアナ・クラールとツアーを行い、彼女のアルバムの何枚かで演奏している。ハミルトンは、ボス・ォラス・シンバルズの共同所有者であった。その後、マイケル・ボス・ベーン、ビル・ノーマン、ドラマーのスタントン・ムーアと共に、自身のシンバル会社であるクレセント・シンバルズを立ち上げた。セービアンがクレセント・シンバルズを買収し、ハンド・ハマードシリーズを通じて再配布する予定である。 またマペックスブラック、パンサードラムとレモのドラムヘッド、および彼のシグネチャーであるリーガルティップスティックとブラシで演奏している。ありがとうございます。